愛は完成したかどうかわかりませんが片思いに教えてもらったことはすごくたくさんあるような気がします片思いの経験が僕に秒速5トンという映画を作らせてくれましたし他从事動画制作的过程在呃刚开始做的时候他自己也说自己其实不是很清楚人生的方向所以我想要请问导演就是你从不太知道自己要做什么

ゲームのオープニングムービーを作ったりとか、その時は本当にこうサラリーマンとして生活していて、朝早く起きて、東京のこう寿司詰めのこうたくさん人が乗った満員電車に乗って、1時間かけて会社まで行って、で夜中までかけて仕事を終えて毎日最終電車で家に帰ってくるような生活だったんですね。それをこう何年も続けているうちに、自分のこの生活そのものを毎日電車に乗ったりコンビニに行って でお弁当を買ったりするようなこの何でもない生活そのものをアニメーション映像として作りたいという気持ちにだんだんなっていったんですねそれがまあ30手前ぐらい27歳8歳ぐらいの時でしたえですのでそこから会社勤めをしながら少しずつ夜中自分の家に帰ってきた時に、えー、家で少しずつアニメーションを作り始めて 今の現代の日本を舞台にした何でもない風景を切り取ったようなアニメーションを作り始めてそのことがやっぱりすごく楽しくてあ映像制作を通じて自分自身を表現することができるんだということがだんだん分かってきてその繰り返しがまあ今の,その監督の仕事につながりました。 のはははで最なにに人そが初ゲーーム会社に勤めめら一人でアニメーションを作り始めはした,んです、ね、ただ、まあ、どうしてアニメーションかと言われるとあの一人でできるからだと思ったんです。その まあ当時もパソコンもありましたからあのアニメーションってとりあえず絵を描けば、まあ、パソコンを使えば映像にはできるじゃないですかでも実写映像を作ろうとしたら役者も探してこなければいけないしこういろんなスタッフを探さないとライブアクションは人でもアニメーションであれば何だかこう一人で作れるような気がして。 まあ初めて見たらあこれは大変だということを後になって気付いたんですけれどもでもそれまで小説も書いたことなかったですし漫画家でもありませんので僕にある技術は、まあ、ゲーム制作の技術とか、まあ、コンピューターを作って映像を作る技術だったんですねですので自分にある技術で物語を語ろうと思えば、えー、アニメーションを使うのが自分にとっては一番自然な選択でした。ハ的人ハ。<laughs> <laughs> あ、まあ、そうですね。あのー。いなのかもしれないですね。自分だといつもね、こう冷静なつもりでいるんですけど。実はやっぱり見返してあるという気持ちはあるのかもしれません。全世界有没有哪、有無、なあ、一人、しに、最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 。昔は。自分が固い思いをしている相手。自分の好きな。人に、自分の作ったものを見てもらって。見直してもらいたいという気持ちはありましたね。 ただ今はあの具体的な誰かにこれを見てほしいというよりはその自分がが一生きっとととと会ううううううことがななないいいいんだろうなという人ににに映画を見て欲ししいいうう思うようになりました日本人でもなくてずっと遠くの国に住んでいてきっと僕の人生の中では一度も直接会うことができない人その人が何かの形で僕の映画を見てとても面白かったというふうに感じてもらいたいそういう気持ちの方が強いですね。 这样的电影镜头接近两千个，每个镜头都要经过讨论吗？嗯嗯、等于要开两将近两千次的会吗？是是是，そうですね。あの千回以上していると思います。所以会感觉已经失去了当初做动画的乐趣吗？今はやっぱりアニメーション作りの楽しさは自分たはよくわかっているんですね。ただ、 デビューしたばかりから何年か経ったあたりまではアニメーションを作ることが苦しかったです例えば「の星の恋」というデビュー作はそうもう本当に自分の情熱に突き動かされて自分の仕事というよりは自分の好きなこと自分の趣味として作ったんですよ。でも次の作品は仕事になったんですよね自分が監督になったのであの監督として仕事としてアニメーションを作らなければな 作らなななけければいいなくっなっていったですから趣味がなくなってしまったわけです好きなことがなくなってしまってそれが仕事になってしまったからその時期はちょっと苦しかったですよね。僕は息抜きはき抜でやればいいんだろうとその、うん、アニメーションを作ることがかつては息抜きだったのにそれが仕事になってしまったからまあ苦しいなと思った時期はありましたね。うん、でも光が綺麗な感じ 一番好きなのは君の名前です。もうこの世にはいなかったっていうのが分かった時はもう本当に僕もショッキングで、で最後、えっ、ー、と、まあ、タイムスリップというか奇跡が起きて、この場所で出会えたっていうのは本当に感動しました。

ただその近くにいたらじゃあうまくいくかっていうとそんなこともないと思うんですその人の心と心の距離というのは物理的な距離はあまり関係なく隣にいてもすごく遠いということはありますよねあのですのでまあ距離そうですね実際の距離ではなくてえまあその人 が本当には何を考えているのかその人のことをこう想像することが大事なんだっていうのがまあ僕がかつてうまくいかなかった遠距離恋愛から学んだことでそれはその今となっては観客の心を想像するそのことにつながっているような気はします彼女のことを知りたいっていう気持ちが今は観客の気持ちを知りたいというこう気持ちになっています以前の很多你的角色都没有完全的 没有很早就把他的感情告诉对方，做出爱的告白。呃，导演是不是觉得不需要讲那么清楚？呃，只要单方面喜欢对方，爱情这件事情就已经完成了，不需要让对方知道。<laughs> そうですね。かどうなんでしょうあのどうですか片想だけ愛完成できますか？我认为是一种很悲惨的完成。 <laughs> そうですね、はい、あの僕も片思いの経験たくさんあるんですけどでも愛は完成したかどうかわかりませんが片思いに教えてもらったことはすごくたくさんあるような気がします片思いの経験が僕に秒速5センチメートルという映画を作らせてくれましたしそういう経験は <laughs> なんか何でも映画に結びつけちゃってなんですけど映画作りと似ているような気がするんですよねこちらが一方的に愛の告白を観客にしている 観客が愛してくれるかどうかわからないけどでも自分は相手のことを好きでいる自分は観客のことが好きだとその片思いをずっと続けているっていうのはまあもしかしたらそうですね今までの自分の実際の片思いの経験がまあ映画を作らせ続けてくれているのかもしれないですね。うん <laughs> やっぱり僕がやっぱり学生の時とか20代の時はあ、まあ、男女の愛というのが自分にとってはとても大事でしたやっぱりその女性にどう見られるかとか女性にどういうふうにこう好きになってもらえるかというのが自分にとってすごく大きな問題だ,問題だったんですね。大体うまくいいいくくくかかなくて <laughs> うまくいかなて感情が自分に物語を 作らせてくれたとも思いますただだんだんこう年齢を重ねていくと他ににもたくくさんんの愛があることと気づくだと思うんです僕は今子供がいますので娘がいますのであの娘への愛情はやっぱりかつて自分が20代の頃に抱いていた異性への女性への愛情とはやはり違うものですよねあるいは猫を飼ってるんですけどやっぱり猫を大切に思う気持ちも愛情だし。 一緒に映画を作っているスタッフへの気持ちもやはりそれは愛情だなというふうに思いますですからあのそうです、ね、男女の愛をまあ高く見積もりすぎているというのはあるかもしれないですよね他にもやっぱり同じぐらい大切な愛というものがたくさんあるしその一つ一つがまあ映画であったり物語の中で描くに値するようなまあ感情だと思います